ワールドベースボールクラシック、それは世界中での野球人気向上を目的に企画された野球の祭典であり、この大会の主催はアメリカ。しかしアメリカ代表は2006年に始まった第1回大会から2013年の第3回大会にかけて一度も決勝の地を踏むことなく大会を後にしており、アメリカ国民も WBC の存在意義を疑い始めたことによって大会の存続自体が危ぶまれていました。その中で2017年に開催された第4回大会でアメリカは躍進。準決勝では当時のアメリカ代表監督ジム・リーランドに、今夜の先発投手はメジャーリーグの投手だったと言わしめるほどの活躍を見せ菅野智之を擁する日本を破って初の決勝に駒を進め、決勝戦ではこの大会の MVP に輝くマーカス・ストローマンの好投もあってプエルトリコに大勝、野球大国に悲願の優勝トロフィーをもたらしました。しかしこの大会の母国躍進を外から見ていて非常に後悔していた選手がいました。それはメジャーリーグ最高のスーパースターマイク・トラウト。第4回大会への出場要請に対してトラウトはシーズンに注力するということで参加を辞退したものの、自分はいつもフィールドでは楽しんできた。だけど彼らがフィールドで素晴らしいプレーを披露し、試合に勝っているのを見たとき、後悔したんだ。自分もあの場にいるべきだったと。当時は参加したい気持ちとそうでない気持ちの両方があり、漠然とした感じではあった。でも、やはりあの一員になりたいと思った。と大会終了後にコメント。悲願の2017年大会優勝を外から眺めることになったことで、トラウトは WBC 参加に対して、並々ならぬ意欲を燃やしていたのでした。そして2021年に開催予定だった第5回 WBCは世界的なパンデミックを引き起こしたコロナウイルスの影響によって2023年上旬に延期となり、トラウトが後悔してから月日が経って5年後の2022年7月8日第5回 WBC の開催都市と組み分けが決定。開催地は台中、東京、フェニックス、マイアミの4都市となり、アメリカはプール C に配置。1次ラウンドでカナダ、メキシコ、コロンビア、そして予選ラウンドを勝ち抜いたチームのいずれかと対戦することが判明します。そして7月14日、WBC アメリカ代表のゼネラルマネージャーに、かつてロサンゼルスエンゼルスで GM を務め、2008年には球団史上初の100勝を達成に導いたトニー・リーギンスが就任することが決定。そして5日後の7月19日、米野球協会は WBC での勝利を渇望するマイク・トラウトが代表チームのキャプテンを務めることを発表。この時トラウトは2022年 MLB オールスターに選出されていたものの、左胸郭の炎症によって出場辞退するなどコンディションが良くなく、通常であれば主将就任はおろか WBC 出場も辞退することが規定路線でしたが、にもかかわらず自らキャプテン就任を発表するところに、トラウトが第5回大会に並々ならぬ思いを抱いていることがうかがえます。さらに8月19日、米野球協会は大会2連覇の大きなプレッシャーがかかるチーム USA の監督に、メジャーリーグでの監督経験が一切ないマーク・デローサが就任することを発表。マーク・デローサは2009年 WBC でアメリカ代表としてプレーした人物で、米野球協会はマーク・デローサはチーム USA のダグアウトに生涯で培った深い野球経験をもたらしてくれる、彼はフィールド内外で尊敬を集めており、また選手としても2009年 WBC に参加し、大会の経験とリーダーシップはこのプロセスを進める上で貴重な武器になる。加えて彼の洞察力と効果的なコミュニケーション能力は我々が WBC のタイトルを防衛する上で光り輝くことになるはずだと、デローサの選手としての経験と人格を買っての選出だと表明。一方、初の監督業がディフェンディングチャンピオンとしての母国代表監督となったマーク・デローサは、チーム USA の監督に任命されたことは大変光栄であり身の引き締まる思いです。2009年の WBC にアメリカ代表として出場したことは私の野球人生の中で最高の経験の一つです。スター選手たちを率いて我が国を代表するチャンスを得ることは一生に一度のチャンスであり、今から待ちきれませんと前向きなコメントを披露。マーク・デローサは引退後長きにわたって MLB ネットワークのアナウンサーとして活躍してきたものの、その間に何度か MLB 球団の監督就任をオファーされていたようでしたが踏ん切りがつかず、しかし今回 GM のトニー・リーギンスから母国代表監督就任を打診されたことは、デローサの重い腰を上げさせるには十分魅力的なオファーであり、母国の連覇達成に意欲を見せるのでした。そして8月23日にはコーチ陣が発表され、打撃コーチにはシア
トルマリナーズのレジェンドケン・グリフィー・ジュニア投手コーチには通算256勝をマークし、ポストシーズンで無類の強さを誇ったアンディ・ペティットなどそうそうたるメンバーを招集してデローサ監督をバックアップ。一方、並行して続々と WBC 参加を表明した選手がツイッターで公開され、7月31日には2017年大会にも出場したサードの覇者ノーラン・アレナド、8月13日には2021年ナショナルリーグ MVP ブライス・ハーパーが参加を表明し、8月26日にはメジャーリーグ屈指のスーパースタームーキー・ベッツも代表参加を表明。ベッツは2017年大会の招集を辞退していましたが、マイクからメールが来てすぐに決めたよ、このチャンスが巡ってきた時僕は妻に少なくとも一度はプレーしてみたい、やってみたかったんだと言ったんだ、一生の思い出になるからねと述べており、やはり2017年大会優勝を皮切りにスター選手たちの中でも WBC で母国を背負う意味合いが強く変わってきていることが垣間見えます。そして投手では12月13日に日本でもおなじみのマイルズ・マイコラスが参加を表明し、12月20日には15年のキャリアで通算防御率2点台、3度のサイ・ヤング賞受賞を果たしている球界最高の左腕クレイトン・カーショーも WBC 参加を表明。カーショーはサッカーワールドカップでアメリカ代表が戦うのを見て代表のユニフォームを着て多くの人々の声援を受けて戦うことがどれだけ特別なことかを感じたと、2022年ワールドカップが母国を背負う誇りを感じさせたとコメント。例年 WBC ではスーパースターを中心に参加を回避する傾向にあり、特に投手はそれが顕著だっただけにカーショーの WBC 参加表明は世界中を驚かせました。その他にも野手ではポール・ゴールドシュミットやトレイ・ターナー、投手ではネスター・コルテスやローガン・ウェブなどの実力者が参加を表明し、主将のマイク・トラウトが多くの選手へ参加を呼びかけたことに呼応する形で史上最強のチーム USA が誕生しようとしていました。しかし徐々にアクシデントも発生。2022年11月にブライス・ハーパーがトミー・ジョン手術を受けたことで WBC 出場辞退となり、右のエースとして期待されていた先発のローガン・ウェブも多くの選手たちと一緒にプレーするのは本当にクールなことだが、今年は大きな目標がある、その一助となりたい、ここにいることが僕にとって重要だったんだとシーズンを優先するために辞退を表明し、代表メンバーに選出されず、そして WBC のメンバーに選抜されていたエース候補クレイトン・カーショーが大会での負傷に備えた保険に加入できなかったことを理由に参加辞退を表明。カーショーは2022年シーズンに背中の負傷で2ヶ月ほど離脱し、2021年も肘の怪我で負傷離脱、この2シーズンは130イニングを投げることができず、これを保険会社側が許容できないリスクと判断したことで保険に加入できなかったそう。カーショーは腸がつくほどがっかりしている、本当に参加したかった、いろいろなことを試した、 MLB 機構、選手会、球団、みんなと解決策を模索した、僕は 100% 健康でどこも悪くない、問題があるとは思っていなかった、だけど叶わなかったんだと述べ、 GM のトニー・リーギンスは彼は間違いなく将来の殿堂入り候補であり史上最高の左腕だ、大きな憤りというより落胆を感じている、彼は心から USA を胸につけたがっていたし我々もクレイトンに参加してほしかったと非常に落胆している旨をコメント。同じような保険加入の問題で先発ローテの一角を担うはずだったネイサン・イバルディも出場辞退となり、さらに2023年2月にはこちらもローテーションの一角を務める予定だったネスター・コルテスが右ハムストリングを痛めて出場辞退と、先発投手を中心に相次ぐ参加辞退が発生。クレイトン・カーショーの代役には過去 NPB でもプレーしたニック・マルティネス、ネスター・コルテスの代役にはコロラドロッキーズのカイル・フリーランドが選出されるなど厳しい台所事情となります。そして最終的な2023年 WBC アメリカ代表のロースターはこのような形となり、先発では最年長41歳のアダム・ウェインライトや2022年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスで13勝を挙げた元 KBO プレーヤーのメリル・ケリー、シカゴ・ホワイトソックスのランス・リンダが選出され、リリーフではヒューストン・アストロズのクローザーライアン・プレスリー、驚異的なチェンジアップを武器に2022年防御率 1.93 をマークしたデビン・ウィリアムズなどが選出。一方野手ではキャッチャーに JT リアルミュートやウィル・スミス、内野手ではノーラン・アレナドやポール・ゴールドシュミット、外野手ではムーキー・ベッツやカイル・タッカーらが選出。投手は当初の予定と比べて先発陣のクオリティが少し落ちたとはいえ、全員所属球団でローテ2番手前後を担うレベルの選手であり、リリーフ陣は強力な選手を揃えられ、野手は史上最強クラスの破壊力を持つ選手が集結し、このチームをメジャーリーグ最高の選手マイク・トラウトが率いるという布陣はアメリカの大会連覇をより強固にするものでした。そしてマイク・トラウトは7月に GM のトニーから WBC 参加とキャプテン就任について尋ねられた。参加するか2度も迷うことはなかったよ、前回大会を外から見ていて後悔していた、そしてそれから十分な時が経った、
今度は自分の番だ。世界には素晴らしいチームがたくさんいる。だけどなぜこの場に来ると決めたのか。優勝すること、それ以外に何もない。優勝を果たすこと以外は全て失敗だ。と強い決心を述べ、またもう一人の世界最高のプレイヤー、大谷翔平と対戦する可能性について問われると、翔平の登板を目の前で見ているけど、めちゃくちゃえぐいよ。翔平と対戦する選手と話すと、みんなバッターボックスに入りたくないと言うんだ。面白くなりそうだ。楽しみだよ。翔平は親友の一人、対戦するのが楽しみさ。と笑顔でコメント。自身の熱い思いと母国の期待を一身に背負って、マイク・トラウトとアメリカ代表は、連覇への行軍を始めるのでした。3月上旬に WBC アメリカ代表はメジャー球団との強化試合を実施、8日にはサンフランシスコジャイアンツと対戦することになりましたが、6回にケンドール・グレイブマンがデイビッド・ビアーにソロホームランを浴びるなど予想外のゲーム展開となり、この試合はまさかの1対5で敗戦。監督としてのデビュー戦を落とし、メディアからやや懐疑的な目で見られたマーク・デローサは、私の描いたような試合展開とはならなかったが、全員が健康にゲームを終えられたとコメント。デローサ監督は怪我なく早々にチームが一体感を持ち、強化試合で弾みをつけることに期待していました。そして9日のエンゼルス戦では一転して打線が機能。3回には満塁のチャンスで5番アレナドがタイラー・アンダーソンの速球を強振し先制の満塁ホームランを放つと、5回には2アウトランナー2塁から8番ウィル・スミスが変化球をうまく捉えてタイムリーヒットなど計6得点を記録。投手も3回まで無失点で投げた。先発のメリル・ケリーを中心に最後まで得点を許さず継投。この試合を6対0で勝利し、いい形で WBC本戦を迎えることとなります。キャプテンのマイク・トラウトは WBC 本戦に突入していくことに対して、いくつか大きな試合を控えている。日曜日のメキシコ戦は刺激的な試合になりそうだ。本当に WBC を楽しみにしているし、チーム全体が興奮している。チームの相性は信じられないほど良く、素晴らしいグループだよとワクワクしている胸をコメント。一方で開幕直前にニューヨークメッツ所属のブルックス・レイディが負傷によって代表から離脱し、代替選手としてエンゼルスのアーロン・ループが招集されるなど、最後まで選手構成に悩まされるチーム USA ですが、いよいよ待ちに待った WBC 本戦がスタートします。プール C 最後の枠には予選 A 組をチェコと共に勝ち上がったイギリスが入ることとなり、アメリカは初戦にそのイギリス、第2戦目にグループ突破の天王山となるメキシコ、第3戦目にカナダ、そして最後にコロンビアと対戦するスケジュールで本戦に突入。初戦のイギリスは国家として初の WBC 出場となり、前評判ではアメリカが圧勝するという見方が大半でした。一方イギリスも自国で野球を発展させるという観点で簡単に敗れるわけにはいきませんでした。2005年7月に開催されたIOC 総会で2012年のオリンピックがロンドン開催となることが決まったものの、同時に野球とソフトボールがロンドン大会の競技から除外されることも決定。これを受けてイギリスの主要スポーツ団体が野球への投資から撤退したため、イギリス野球は大きな打撃を受けることに。一方で今回の WBC 出場によって参加全20カ国がもらえる出場賞金30万ドルは英国野球協会の年間収入の約6倍にも相当。そして1次ラウンドを4位以内で終えられれば、自動的に2026年 WBC の出場権を得られるため、金銭面でも野球というマイナースポーツを英国に広めるという観点でも、この大会におけるイギリス代表の戦いぶりは文字通り英国野球の命運を握っていたのでした。マイナースポーツの命運を背負ってチームを率いる監督のドリュー・スペンサーは、これほどワクワクしたことはない。卒業式、結婚式、息子の誕生など人生には大きな節目が何度かあった。しかし我々がこれからやろうとしていることに勝る感動はなかったと WBC で戦うことに興奮している旨をコメント。一方で MLB ネットワークからイギリスについてコメントを求められたフィラデルフィア・フィリーズ所属のカイル・シュワーバーは次のように述べます。 Cal, you know in our sport you can get beat anytime. You know, talk about that team across from you in Great Britain and what they bring to the table. Yeah, you know, there's never, you can't really underlook anyone. You know, this is, they're here for a reason. They came across and they won, they won their chance to get in here. So, you know, I'm sure that they're over there saying that, you know, they want to take it to us and things like that. So there's no underlooking anyone. You know, for us, we have to go out there and we're going to respect them. And, but we have to go out there and play our style of baseball and go from there.
このように大国、小国それぞれが自身の思いを胸に重要な初戦を迎えるのでした。そして3月12日、大事な初戦がスタート。アメリカはこの重要な一戦に、セントルイス・カージナルスのレジェンド、41歳のアダム・ウェインライトを起用。しかしそのウェインライトは1回、ドジャース所属の2番、トレイス・トンプソンに甘く入ったカーブを運ばれてソロホームランに、わずか6球で1点を失い、予想外に先制を許したことに、球場全体が静まり返ります。その裏、アメリカはカイル・シュワーバーのフォアボールなどで2アウト満塁のチャンスを作りますが、6番トレイ・ターナーが先発バンス・ウォーリーの甘く入ったチェンジアップを打ち損じて凡退。イギリスに主導権を握られると、2回の表はランナー2人を背負いながらウェインライトがなんとか3アウトにこぎつけるも、裏の攻撃でアメリカはランナー3塁のチャンスを作りながら1番ムーキー・ベッツがファールフライで3アウト。なかなか得点が奪えないフラストレーションのたまる展開となります。3回の表には初回に先制ホームランを放ったトレイス・トンプソンが再びヒットを放ち、イギリスは2アウトランナー3塁とチャンスを作るものの、5番チャベス・ヤングの打球はマイク・トラウトがしっかり捕球して3アウト。その裏アメリカは1アウトから3番ゴールドシュミットがイギリスのショートダーネル・スウィーニーの送球エラーで出塁すると、続く4番アレナドの打席で先発のバンス・ウォーリーがワイルドピッチ、ゴールドシュミットが2塁へ進塁すると、カウント 2-1 からアレナドが3塁線を抜くヒットを放ち、ゴールドシュミットが生還して1対1の同点に。イギリスは連続ミスで追いつかれてしまうと、次の5番カイル・シュワーバーが外野フライとなり、その間にアレナドが3塁へ進塁して2アウト3塁、そして6番トレイ・ターナーにフォアボールを与えて2アウト3塁1塁とすると、7番カイル・タッカーがセンター前ヒットを放って2対1と逆転。イギリスはあっという間に試合をひっくり返されてしまいます。4回の表はウェインライトがまたしてもランナーを背負う形となりましたが、ダブルプレーでなんとかしのいで無失点。一方4回の裏には2アウトランナー2塁1塁で5番カイル・シュワーバーがライト方向へ3ランホームランを放って5対1、シュワーバーの貴重な追加点で大きくリードを奪います。5回の表にアメリカはウェインライトからジェイソン・アダムに傾倒し、ここまで2安打と好調の2番トレイス・トンプソンを打ち取って3アウト。一方裏の攻撃でトラウトが甘い球を空振り三振と凡退すると、アメリカは6回に3番手のカイル・フリーランドを投入。そしてフリーランドもランナー1人を背負うもしっかり三者凡退でこの回を無失点で締めると、その裏に3番ゴールドシュミットがヒットで出塁し、ノーアウトランナー1塁で4番アレナドがレフト方向へ大きな当たりを放ち、レフトが打球処理にもたついている間に1塁走者のゴールドシュミットが激走、追加点を奪って6対1となり、アレナドはこの日2打点目。カージナルスの中軸コンビが大きな活躍を見せます。しかしイギリスも黙ってやられるわけにはいかず、7回表にデショーン・ノールズが続投したカイル・フリーランドからレフト方向へ大きな当たりを放ち、俊足を生かして3塁ベースまで激走、3ベースヒットとチャンスを作ると、9番アンファニー・シーモアの打球はサードのアレナドへ。しかしアレナドはホーム送球を諦めて確実にワンアウトを取る選択、3塁ランナーが生還して6対2と食い下がります。7回の裏は先頭の JT リアルミュートがサードゴロに倒れるも、サードのバートラム・マレージュニアの悪送球によって出塁。イギリスは守備面でのミスが目立ちます。しかし2アウトから2番マイク・トラウトを外野フライに打ち取ってチェンジ、キャプテンアメリカに未だヒットが出ません。8回表はさらに続投したカイル・フリーランドが簡単に打者3人を片付けて3アウトとすると、アメリカもカイル・シュワーバーがフォアボールで出塁するも後続が打ち取られてチェンジ。ついに最終回に突入すると、9回にアメリカはデビッド・ベドナーに傾倒、そしてラストバッターのデショーン・ノールズを三振に切って試合終了。多くの甘い球を打ち損じるなど本調子ではないながらも、しっかり初戦を6対2で制しました。第2戦目の相手は強豪メキシコ。メキシコは WBC の常連で、このプールで最も難しい相手と見られていましたが、アメリカ対イギリスと同日に行われたメキシコ対コロンビアは5対4でコロンビアが勝利するという番狂わせが発生。初戦を落として1次ラウンドを突破したチームは過去ほとんど例がないため、メキシコは早速敗退の危機に瀕し、そこで対戦するのがアメリカと自力が試されるシチュエーションとなります。しかし過去 WBC で両者は3度対戦し、2度勝利をつかんでいるのはメキシコと、アメリカ相手には相性が良く、かつ例年と比較してメキシコは有力なメジャーリーガーを招集できたため、アメリカにとって変わらず難しい試合になることが予想されました。メキシコ代表を率いるベンジー・ギル監督は、我々は隣同士の国、我々はアメリカを愛し、アメリカの生活や文化を愛している、そしておそらく他のどの文化よりもアメリカはメキシコの文化を取り入れていると思う、お互いの文化へ大きな尊敬と称賛、
そして愛情がある。だがこの試合は絶対に勝ちたいとアメリカをリスペクトしつつも勝利への強い意欲を披露。アメリカはラウンド突破を盤石にするために、メキシコはラウンド敗退を回避するために、プール最大の強豪同士が激突することになりました。そして3月13日、プール C 最大の一戦がスタート。この試合の先行はメキシコ、対するアメリカは先発にサンディエゴパドレス所属のニック・マルティネスを起用。メキシコは早速先頭のランディ・アロザネーナが二遊間に難しい打球を放ち、これをショートのティム・アンダーソンが厳しい体勢から送球してアウトに。しかしビデオ判定でセーフに変わるなど、ゲーム序盤から盛り上がりを見せます。そしてワンアウトランナー一塁で3番ジョーイ・メネセスが高めのストレートをきれいに捉えて先制のツーランホームラン。初戦のイギリス戦に続き、アメリカの先発はわずか10球足らずで初回に失点します。その裏、メキシコの先発はエンゼルスのパトリック・サンドバル。サンドバルはニック・マルティネスとは裏腹に同僚の2番マイク・トラウトを三振に仕留めるなど無失点でこの回を終えます。2回の表は失点したニック・マルティネスが立て直し、9番オースティン・バーンズを三振に切るなど無失点。一方その裏、アメリカは6番カイル・タッカーがサンドバルのカーブを捉えてライト方向に長打を放ち、スリーベースヒットとチャンスを作ると、続く7番ティム・アンダーソンがライト前へタイムリーヒットを放って1点を返します。3回は2番アレックス・ベルドゥーゴを内野ゴロに打ち取って2アウトまでこぎつけますが、3番ジョーイ・メネセスが放った打球をサードのアレナドが脱臼するらしくないエラーを見せて出塁を許すと、4番ローディ・テレスの打球は緩い当たりとなって今度こそ3アウトになるかと思った矢先、セカンドのジェフ・マクニールがキャッチできずメネセスが3塁へ進塁、2アウト3塁1塁と嫌な流れになり、5番アイザク・パレデスの打席。パレデスの打球は緩い難しい当たりとなるものの、マクニールがうまく捕球して1塁へ送球。しかし今度はゴールドシュミットがマクニールの送球を捕球できずエラーに。その間に3塁ランナーが生還して1対3と、2アウトから立て続けのミスで痛い失点を喫します。その裏、メキシコはサンドバルが危なげなくアメリカ打線を凡退させて4回に突入。4回はアメリカがニック・マルティネスからブレイディ・シンガーに傾倒するも、ワンアウトを取ってから8番アレックス・トーマスがレフト前ヒットで出塁。そして先頭のランディ・アロザレーナが高めをうまく捉えて右中間へタイムリーヒット。メキシコがさらに1点を追加し1対4と離されると、2番ベルドゥーゴがフォアボールでランナー2塁1塁となった状況で、迎えるバッターは初回にホームランを放った3番ジョーイ・メネセス。そしてメネセスへの4球目。Any pitcher, when you get to 30 pitches in an inning, can be troublesome. Drive to left and deep. Tucker back. Gone. Three-run shot. Mexico. Meneses again. メネセスはまたしても高めのボールをレフト方向へ。カイル・タッカーの頭上を超えるスリーランホームランを放ってさらに追加点。1対7とアメリカは予想外のゲーム展開を強いられます。その裏、メキシコは右腕のハビエル・アサドに傾倒し、ピート・アロンゾ、カイル・タッカー、ティム・アンダーソン3人を危なげなく凡退させます。5回の表はブレイディ・シンガーが続投し、ランナー1人を背負うもなんとか無失点でしのぎ、一方でアメリカもウィル・スミス、ジェフ・マクニール、ムーキー・ベッツが凡退して得点ならず。そして6回の表、アメリカは4番手にアダム・オッタビーノを投入。オッタビーノはバーンズにフォアボールと盗塁で2塁にまで進まれるも、後続をしっかり抑えて無失点。しかしアメリカもマイク・トラウトが出塁しますが、後続が抑えられて無得点。6回終了時で6点差と厳しい試合展開が続きます。7回にアメリカは5番手にアーロン・ループを起用。ループはランナー2人を背負ったものの、8番アレックス・トーマスをなんとか打ち取って3アウト。その裏にメキシコは3番手としてジョジョ・ロメロを起用。ジョジョ・ロメロは簡単に2アウトまで追い込みますが、8番ウィル・スミスが高めのストレートをうまく捉えてソロホームラン。2対7と1点を返します。8回は6番手としてダニエル・バードが登場しますが、バーンズに盗塁を許した直後にランディ・アロザレーナがレフト方向へヒットを放って2対8。そしてワンアウトランナー2塁3塁から4番ローディ・テレスが前進守備を破るヒットでさらに2点を追加。2対10と大差をつけられ、さらに2アウトランナー2塁1塁で8番アラン・トレホにもヒットを打たれて2対11。メキシコが試合を決定づけます。その裏、メキシコは4番手にセサル・バルガスを投入。しかしトラウト、ゴールドシュミットがフォア
アボールとヒットで出塁すると、アレナドの代打ボビー・ウィット・ジュニアがセカンドの頭上を越える鋭い当たりを放って1点を返し、満塁のチャンスで7番ティム・アンダーソンが三塁線を破るヒットを放ってさらに2点を追加、5対11と食い下がります。しかし9回のメキシコの攻撃を0点でしのいで、裏の攻撃に託したものの、最後はゴールドシュミットが外野フライに打ち取られてゲームセット。アメリカはメキシコ相手にまさかの大敗を喫し、デローサ監督は継投やカイル・シュワーバーなどを外した采配、監督としての素質についてファンから大きな非難を受けるのでした。メキシコに大敗を喫したマーク・デローサは、投手起用はとてもタフだよ。選手たちがレギュラーシーズンで活躍できるよう、所属球団が起用制限を設けている。私は所属球団の意向を最大限に尊重しなくてはならない。と代表監督特有の難しさを語り、実際デローサ監督は、どんなに球数が少なくても、ハイまたぎでリリーフを起用することはできず、また翌日の試合で同じ選手を連続起用することも許可されていなかったため、リリーフをむやみに投入するわけにはいきませんでした。一方で先発投手に対しては一定数の投球機会を与えなくてはならないため、3回2アウトから登板し、たった5球で打者を仕留めたケンドール・グレイブマンを下げ、4回からロイヤルズで先発投手を務めるブレイディ・シンガーを投入。イギリス戦のカイル・フリーランドのように60球をめどに長いイニングを投げてくれることを期待しましたが、慣れないリリーフ起用に適応できず、ランディ・アロザレーナにヒットを打たれて1点を失い、ジョイ・メネセスに3ランホームランを打たれて1対7と厳しい状況に。それでもシンガーにまとまった球数を与えなくてはならず、簡単に下げられないなど、デローサ監督はがんじがらめの制限下でやりくりせざるを得ませんでした。キャッチャーのウィル・スミスは1勝1敗の状況に、勝つか家に帰るかだ、あとはそれを僕らがどう捉えるかの問題だよとコメント。ウィル・スミスの言う通り、メキシコ戦終了時点でイギリスが2敗と大きく後退しているものの、それ以外の4チームは1勝ずつを挙げるなど混戦状態。アメリカは残りの試合でカナダ、コロンビアと対戦するものの、1試合でも落とすと敗退する可能性が十分ある状況でした。そしてアメリカは第3戦でカナダと対戦。カナダは過去5大会全てに参加しているチームで、2006年大会では1次ラウンドでアメリカを8対6と撃破。また今大会もドジャースのスーパースターフレディ・フリーマンを筆頭に、カージナルスのタイラー・オニール、ガーディアンズのカル・クワントリル、レッドソックスのニック・ピベッタなど、メジャーリーグでプレーする選手も招集されるなど、アメリカにとって決して油断できない相手。カナダ代表を率いるフレディ・フリーマンはアメリカ戦について、みんな僕の過去の話が好きだけど、カナダ人は勝利を望んでいると思うし、僕たちもそうだとコメント。両親がカナダ出身のフリーマンは、今大会アメリカ代表入りを打診されていたものの、それを断ってカナダ代表入りを選択。その理由はフレディ・フリーマンの母ローズマリー・フリーマン氏が自身が10歳の時に亡くなられたことにあります。フレディ・フリーマンは大会前に、私に望んでいることなのかはわからないが、私の心の中ではこれが母を称えるために私がすべきことだと感じている。母の故郷を背負うことがローズマリー・フリーマンを称える行為として正しいと思うんだとコメント。強いアメリカ代表で野球選手としての栄光をつかむことよりも、亡くなった母のルーツをリスペクトすることを選んだのでした。そしてカナダで人気のスポーツは圧倒的にアイスホッケーであるものの、フリーマンは全員が健康でプレーしていればカナダには本当に優れ野球選手がたくさんいると述べ、フリーマンもまたイギリスと同じように母国での野球発展の使命を担う伝道師なのでした。一方、カナダを絶対に下さないといけないマーク・デローサは、彼が野球最高峰の選手になるのをずっと見てきた。そして彼がカナダ代表を選んだ理由も完全に理解している。だが私はフレディがアメリカを破るのを許すつもりはないとコメント。それぞれの思いを胸に、北米の国同士が激突することとなります。そして3月14日アメリカ対カナダがスタート。アメリカの先発はシカゴホワイトソックスのランス・リン。ランス・リンは初回、2番フレディ・フリーマンをしっかりレフトフライに打ち取り、3番タイラー・オニールを見逃し三振に切って3アウトと上々の滑り出しを見せます。その裏、カナダの先発はレンジャーズ傘下所属のミッチ・ブラッド。一方アメリカの先頭はムーキー・ベッツ。ベッツは外角高めの速球をうまく捉えて出塁すると、2番マイク・トラウト、3番ゴールド・シュミットが立て続けにフォアボールで出塁しノーアウト満塁に。そして4番アレナドがインコースのボールを容赦なく三塁方向へ叩いてタイムリーヒット。アメリカが幸先よく2点を先取します。アメリカは続く5番カイル・タッカーがレフトへ犠牲フライを放ってさらに1点を追加し、6番ティム・アンダーソンがフォアボールで出塁し、ワンアウト2塁1塁。続く7番 JTR ミュートがタイムリーヒットを放って2塁ランナーのアレナドが生還、4対0とさらに引き離すと、7番トレイ・ターナーが犠牲ゴロで3塁ランナーを返して5対0。
そして2アウトからこの日初スタメンの9番セドリック・マリンスがライトフェンス直撃の長打を放って3ベースヒット、6対0と追加点を挙げると、先頭に戻ってムーキー・ベッツがフォアボールで再度出塁、そして2番マイク・トラウトが低めの初球を捉えて待望の第1号スリーランホームランを放って9対0。カナダは投手を変えたもののアメリカの攻撃を抑えることができません。しかしカナダも反撃、2回の先頭ジャレッド・ヤングが甘く入ったカッターをうまく捉えてムーキー・ベッツの頭上を超えるソロホームラン、9対1と1点を返します。しかし2回の裏、先頭のアレナドがフォアボールで出塁すると、6番ティム・アンダーソンが3ベースヒットを放って10対1と点差を元に戻し、7番 JT リアルミュートがセンターへ犠牲フライを放ってティム・アンダーソンが生還、11対1と勝負を決定づけます。しかしアメリカは手を緩めず、次の8番トレイ・ターナーがレフト方向へ第1号ソロホームランを放って12対1、自慢の攻撃力がこの試合で大爆発となります。3回の表はランス・リンが危なげなく3人をアウトに取って無失点、その裏は3番ゴールドシュミットが出塁するも、続く4番アレナドが見逃し三振でカナダも無失点、4回の表はランス・リンがフリーマン、オニール、ジャレッド・ヤングをそれぞれ打ち取って無失点、一方カナダも JT リアルミュートにヒットを許しますが、続くトレイ・ターナーをしっかり打ち取って無失点、12対1のまま試合が続きます。5回の表は先発のランス・リンがそのまま続投し、1本のヒットを許したものの後続を打ち取って無失点、ランス・リンはこの回で降板となり5回1失点の好投、リリーフの台所事情が厳しいチームに大きく貢献します。裏の攻撃でアメリカはトラウト、ゴールドシュミットがフォアボールで出塁しますが、続く4番アレナドがセンターフライに倒れて3アウト、そして6回の表アメリカは2番手にカージナルスのマイルズ・マイコラスに継投、しかしマイコラスは2アウトから同僚のタイラー・オニールにライトへのツーベースヒットを打たれてランナー2塁3塁とピンチに、しかし続くジャレッド・ヤングを高めのカーブで見逃し三振に仕留めて3アウト、ピンチを切り抜けます。一方裏の攻撃で2アウトランナー1塁から8番トレイ・ターナーがいい当たりを見せるもののレフトフライで3アウト、両者得点を奪えず7回に入ると、7回もマイコラスがランナー1人を背負いながらも無失点でシャットアウト、大会規定によりこの試合は7回コールドゲームとなり、アメリカが12対1と圧勝しました。リリーフ事情が厳しい状態だったものの、ランス・リン、マイルズ・マイコラスのたった2枚でゲームを制したアメリカ。マーク・デローサは、ランスがやってくれたことは大きかった。ブルペンをリセットできたことはとても大きい。そして打線も初回に9得点。みんながバトンをつないでくれたよ。とランス・リンを中心にチームを称賛。そしてプール C 残る対戦相手はコロンビア。コロンビアではサッカーが人気なため、野球はマイナースポーツという位置づけですが、2020年にラテンアメリカの各国内リーグ王者同士が激突するカリビアンシリーズに初めて招待され、2022年にはコロンビア代表のカイマネス・デ・バランキージャがドミニカ代表のギガンテス・デル・シバオを破って初優勝を飾るなど、着実に歩みを進めている国なのでした。そして今大会はマイナーリーガーやメキシカンリーグでプレーする選手が大半を占めるものの、エンゼルスのジオ・ウルシェラやロッキーズのエリアス・ディアスなど何人かのメジャーリーガーを擁し、またプール C 初戦では下馬評に反してメキシコを5対4で下す番狂わせを演じるなど油断できない相手。そしてプール C 最終節では先に行われたメキシコ対カナダの試合でメキシコが勝利したため、メキシコが3勝1敗で1次ラウンド突破が確定。一方アメリカはコロンビア戦を落とすと2勝2敗でコロンビア、カナダと並ぶことになり、場合によっては1次ラウンドで敗退する可能性もあるため絶対に勝たなくてはならない試合となりました。またコロンビアはアメリカとの試合を落とすと1勝3敗でイギリスと並ぶことになり、コロンビアはイギリスとの直接対決で敗戦していることからプール C 最下位が確定。1次ラウンド最下位のチームは次回の WBC 出場権を失い、予選ラウンドからの戦いとなるため、コロンビアにとってもこの試合は極めて重要な一戦。コロンビア代表を率いるコルベルト・カブレラ監督は、アメリカ相手にできることは自分たちの力を出し切っていい試合をすることしかない、少年が野球を楽しむような雰囲気を維持できるよう努めるさと気負わず全力でぶつかると述べ、一方マーク・デローサは、言うまでもなく我々はコロンビアを警戒している、この試合の大きさを理解し準備万端で臨みたいとコメント。両国とも絶対に勝たなければならない状況で、この対決は非常に緊迫したゲームとなるのでした。3月16日1次ラウンド最終戦がスタート。コロンビアの先発はブレーブス傘下所属のサワン、ルイス・デアビラ。対するアメリカは2番マイク・トラウトがカウント 2-2 と追い込まれながらも低めの速球をうまく捉えて長打コースに、そのままベースを激走して3ベースヒットとチャンスを作り、3番ゴールドシュミットがフォアボールで出塁し、ワンアウト1塁3塁の大チャンス。ここで打席が回ってきたのは4番アレナド。そしてカウント 1-0 からの2球目。 He is 21.
Bouncer, that's fair. Urshela, out there. Relay, out there. How about that? 5-4-3.アレナドの放ったボールは簡単なボールではありませんでしたが、サードのディオ・ウルシェラがこれをうまくさばき、 5-4-3 のダブルプレーで3アウト。アメリカは初回の大きなチャンスを逃してしまいます。その裏、アメリカの先発は KBO 帰りの苦労人、ダイヤモンドバックス所属のメリル・ケリー。ケリーは2アウトから3番ディオ・ウルシェラに鋭い当たりを打たれますが、今度はアメリカのセカンドティム・アンダーソンが華麗なジャンピングスローを見せて悠々とアウトに。お互い負けられない両国が守備で見せるいいスタートを切ります。2回の表はルイス・デアビラがピート・アロンゾ、カイル・シュワーバーを難なく打ち取った後に交代。そして2番手のサンティアゴ・フローレスも7番ティム・アンダーソンを三振に切って3アウト。一方その裏でアメリカはワンアウトランナー1塁からセカンドティム・アンダーソンの捕球ミスやメリル・ケリーのデッドボールなどで満塁の危機に。しかしケリーは崩れず、なんとか後続を打ち取って大量失点の危機を脱します。3回の表、1番ムーキー・ベッツが2アウトからヒットで出塁し、2番トラウトの打席でワイルドピッチによってベッツが2塁へ進塁。そしてカウント2-1からトラウトが外のスライダーをうまく捉えてタイムリーヒット、貴重な先制点をもぎ取ります。しかしその裏、コロンビアは1番オスカー・メルカドがフェンス直撃の長打でツーベースヒットとなると、続く3番ジオ・ウルシェラが外野への犠牲フライを放って1対1の同点に追いつきます。さらに後続の4番ホルヘ・アルファーロがショートトレイ・ターナーのエラーで出塁すると、フルカウントから5番レイナルド・ロドリゲスにトラウトの頭上を超えるタイムリーツーベースを打たれて1対2。予想に反してアメリカが追いかける展開となります。4回の表、コロンビアはガーディアンズ傘下のジョン・ロメロに継投。そしてジョン・ロメロは5番ピート・アロンゾをチェンジアップ、6番カイル・シュワーバーもチェンジアップ、そして7番ティム・アンダーソンもチェンジアップで連続三振に仕留める素晴らしい投球を披露します。その裏、アメリカは2番手にケンドール・グレイブマンを起用。そしてグレイブマンはランナーを背負う形になりますが、2アウトから1塁ランナーを牽制で刺して3アウトと高い集中力を見せます。5回の表、コロンビアはパドレス傘下のルーベン・ガリンドに継投しますが、8番ウィル・スミスにフォアボールを与えて出塁を許すと、1アウトから1番ムーキー・ベッツにヒットを打たれてランナー2塁3塁のピンチを背負い、この日2打数2安打のキャプテンアメリカマイク・トラウトに打席が回ってきます。コロンビアはさらに継投で埼玉西武ライオンズのジャシエル・ヘレーラを起用。そして USA コールが鳴り響く中でジャシエル・ヘレーラの2球目、トリプル and an RBI single for the captain. Into left, that's a base hit. Betts got a great jump. Scoring is Smith. Betts right behind him.3-2 USA and all the damage from Mike Trout.ジャシエル・ヘレーラのスライダーをうまく捉えて貴重な逆転のタイムリーヒット。この日3打数3安打と大一番でチームを牽引、3対2と逆転に成功します。その裏、アメリカは3番手に起用されたダニエル・バードがきっちり3アウトを取って無失点。一方で6回の表はカイル・シュワーバーがダブルプレーに倒れて早々に攻撃が終わると、その裏は4番手のデビッド・ベドナーがたった8球でコロンビアの3人を打ち取る早い展開となります。7回の表は9番トレイ・ターナーがヒットで出塁しますが、先頭のムーキー・ベッツが外野フライに倒れて3アウト。その裏、アメリカは5番手のジェイソン・アダムがディルソン・ヘレーラをスライダー、ファビアン・ベルトゥースをスライダー、ダヤン・フリアスも連続三振で仕留める素晴らしいリリーフを披露。8回はトラウト、ゴールドシュミットが連続三振で倒れ、続く4番アレナドもファーストゴロで3アウト。その裏、アメリカは6番手のデビン・ウィリアムズが2つの三振とショートゴロで3アウト。リードを保ったまま9回に突入すると、7番ティム・アンダーソンがファーストゴロに倒れて3アウト。そして9回の裏、アメリカは守護神ライアン・プレスリーを投入。そしてプレスリーはランナーを背負うものの、ラストバッターのジョーダン・ディアスをカーブで空振りに仕留めてゲームセット。キャプテンアメリカの4打数3安打3打点の大活躍と、カナダ戦で温存できたリリーフがうまく機能し、コロンビアを辛くも3対2と下して準々決勝進出を果たしました。
試合後に大車輪の活躍を見せたマイク・トラウトは、カナダ戦でウェインライトと話していたんだ。国を代表すること、それは球場で感じてきたことの中で最も楽しいことだとね。すごく楽しいよ、と喜びをあらわにし、マーク・デローサは、マイクは歴代最高の選手の一人だと思う。スプリングトレーニングでたった16、17打席に立ったくらいで、シーズン真っ只中のように調子をピークに持ってこれる選手なんていない。彼は自身ができることに対して凄まじい自信があるんだ、とキャプテンを絶賛。この結果プール C は3勝1敗でアメリカとメキシコが並ぶも、直接対決でメキシコがアメリカに勝利しているため、メキシコが1位、アメリカが2位でラウンド突破を決めました。そして2勝2敗でカナダが3位、1勝3敗でイギリスとコロンビアが並びましたが、イギリスがコロンビアとの直接対決で勝利しているため、イギリスが4位、最下位がコロンビアという結果に着地。マイナースポーツ発展の使命を背負って参戦したイギリスが見事に次回の WBC 出場権を獲得した一方で、アメリカに善戦したコロンビアは下馬評に反してイギリスに足をすくわれたのが痛恨の敗戦となりました。一方死の組であるプール D では、優勝候補の一角だったドミニカ共和国がまさかの1次ラウンド敗退となり、ベネズエラが1位、プエルトリコが2位でラウンドを突破。この結果アメリカは準々決勝で死の組を4戦無敗で勝ち進んだ強豪ベネズエラと対戦することとなります。ベネズエラはアストロズのホセ・アルトゥーベやブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア、ツインズのルイス・アライエズなどを擁する大会屈指の攻撃力を誇るチーム。そして同じく大会最高峰の攻撃力を持つアメリカとの試合は、この大会で最も激しい打ち合いのゲームとなるのでした。